おはようございます。今日は曇ってます。私の天気予報では晴れるんだったんだけど曇ってます。朝の鳥は電信棒の上で鳴いてます。ミーもいます。気温はこの寒いような朝、気温を見てみたいと思います。気温12度、水温 13.5 度。あっという間に10度いかなくなるような寒さになりますね。きっと朝ごはんもあげたいと思います。みんな早く朝ごはん欲しいって言って集まってきてます。みんなご飯が欲しいって言ってる。ちょっと待ってね。まだご飯持ってきてないね。おはよう。今日はいつものお友達のゴンがまだ来てません。しばしで12時であります。とても寒くなりましたね。もう上着を変わってまいりました。まずは気温を見てみましょう。14度、水温 13.6 度であります。本当はねまだソフト的にやらなきゃいかんことがあるんだけど、一挙に寒くなったんで、もう先にこちら作っていきます。まずはこの塩ビカ切っていきます。塩ビカカットいたしました。すぐ使うわけじゃないんだけど、まあ準備としてやっておきます。これはね一番向こうに使うんでね、こちらからやるかな。この子が死んだようであります。何が悪かったんだろう。まずは水を変えてみましょうね。このようにして下に溜まったゴミを吸い出しております。おお、これあんまりダメかな。あれだけ吸っただけでヤゴは3匹、あ、4匹だ、4匹いるね。
これはまだいそうな感じなのでリセットいたしますね。2つリセットいたしました、こちらは大きいんですが小さい子もいます。そしてやはりいました、こちらにもいました。ヤゴがいました。これは大変。じゃあ向こう行って分けましょう。よっしゃ、リセットできました。これで水を入れていきます。これくらいでいいかな。しようかと思ったら、こちらにもヤゴがいました。まだこっちに大きい子いるけど、こちらが大きい子、こっちが小さい子ということで。このように分けてみましたが、こちらにも小さい子まだいるんですね。こちらの小さい子移動しようね。夕方の4時16時今日はずっと曇ってます。雨が降りそうで降らないけど寒いです。本日最後のご飯をあげたいと思います。の前に気温と水温を見てみます。気温15度、水温 14.1、 数日前と一気に温度が変化しました。寒くなりました。朝晩はもうストーブも入れたくなりました。3食の子にまずご飯をあげたいと思います。今ホームセンターで購入してきたエルボンについていたバーコードシールを取ってシンナーできれいにツルツルにしました。これバーコードのシール、みんなこうやってきれいにしました。
これで午前中に塩ビ管を切ったのにつけて水槽の中に装着したいと思います。